では今日はロンドゥジャンブパールテールプレ5級、5級、4級と続けてやっていきましょう。ロンドゥジャンブパールテール、ロンがジャンブが足、パールテールが床の上。そうなんですよね。なのでロシアでも、ね、ボリショイ劇場でパールテール席っていうのがありました。パールテール席っていうのは平土間っていうところでね、一階のところをパールテール席、そう、床の上でっていうことなんですね。ではやってみましょう。プレパラシオンは手を一番から開くですね。良かったと思うんですけど、ですね、皆様何を直されたかってちょっと意識ありますか？まずちゃんと前、ちゃんと横、ちゃんと後ろってことですね。はい、前にちゃんと前。で、意外に難しかったのが横ですね。横でやっぱりね、この時にね、今左足皆さんすごく開いてるでしょ。だけど、右足がちょっとこうインになるの分かる？そう、ならないようにちゃんと真横っていうことと、今かかと見てていいよ。後ろの時はそうですね、かかと下でこう開かないね。そうですね、ガラスボンドの手はちゃんとキープして、はい、バレーは難しい。はい、いいですよ。はい。はい、ちょっと一人つきますか。はい、じゃあ今度5級いきたいと思います。はい、はい、では5級のロンドゥジャンブパールテールをしてみましょう。顔は顔は
まあ、順番で今一生懸命やってたし、かかとをね、したっていうのはすごく分かったと思います。で、前の時にちょっと気になったのが、ちょっとこういうふうに絶対ならないでもらいたいんですね。そう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 、頑張って頑張って頑張って、はい、そう、綺麗にいきましょう。はい、いいです。じゃあ頑張って4級行こうか。では4級のロンドゥジャンプパールテールをいたしましょう。応援しています。頑張ってください。下で頑張ってね。ここ顔をまっすぐにしましょう。かかとをちゃんときちんとポジションを見せないとね。後ろに反る、そう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 。一番通過して、足頑張ってあげてね。最後アティチュードアロンジェ5番。皆様よく頑張りましたよ。あ、なんか先生、今度はここに映ってました。ここに映ってました。前が、なんだろうこの黒いのと思ったら、先生のこれ前髪じゃないですか。この間はね、iPhone で隠してたんですけどね、ごめんなさい。